読売新聞社、家庭読売334号より、山室民子は、日本旧西軍大佐保である。文部省の最初の女性私学館。山室軍兵、山室慶子の長女として生まれる。東京市の女子学院で学び、東京女子大学に入学するが、病気のため難古院に入院し2年間休学する。東京女子大学卒業後に、アメリカのカリフォルニア大学に留学する。 1937年9月にロンドンの旧西軍士官学校に入学する。1938年にバンコク士官学校、バンコク本営編集部に勤める。1939年に帰国する。旧西軍士官学校や旧西軍社会部、士官雑誌係などを経て、1954年2月に時の声の編集者になる。1946年には、 宮本ゆり子、佐太猫、山室よしこらと共に、婦人民主クラブを結成している。1959年に大佐保に昇進し、初期長官に任じられる。文部省発の女性史学官になる。また、国際キリスト教大学評議員、東京女子大学理事も務める。1962年の引退後も、引き続き本部付けになる。ありがとうございます。